おはようございます。青の1分美ボディを担当するトレーナーの青です。よろしくお願いします。で今回はですね、腕の引き締めトレーニングをご紹介していきたいと思います。涼しい格好でタンクトップであったり半袖であったりと腕を露出する機会が増えてきてると思うので、この機会にぜひ一緒に鍛えて、僕と一緒に1分間で美ボディを目指して頑張っていきましょう。腕なんですけれども、腕は巻き肩だったり胸の可動域が狭いと、このポジションが悪いだけで脂肪が溜まりやすくなってしまいます。なのでこの状態でいくら運動をしようがなかなか変わらないので、この巻き肩を改善して胸を開いた状態、腕をいいポジションにした状態で動作していくのが大事になってくるので、まずはポジションを良くするトレーニングをご紹介していきます。そしてその後実際に動作をしていくようにセットで今日はやっていくので、よろしくお願いします。それでは本日のアシスタントゆりのさんです。よろしくお願いします。お願いします。手をまず肩の真下に持ってきます。はい。で手の向きは自分側、そうですね、自分側で、足の幅もうちょい開きましょうか。そうです。でこの状態から胸と肩を広げていくんですけれども、胸と肩を広げていくためにお尻とお腹を引き上げてあげていきます。一回やってみましょうか。いきますよ、せーの。お尻とお腹を引き上げて、そうです、胸と肩の可動域を広げる。でいい状態で腕をキープしてあげる。そうです、そうです。一回下げます。3秒キープしたら下げる。はい、ラスト1回、せーの。お尻とお腹を引き上げる。そうです、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 そうです。で首がきつい方はちょっと顎の位置とか首の位置ちょっと調節していいので、基本的に正面真上を向いていきましょう。で下げます。 OK。 このようにいい状態を作ってから次は実際に動作をしていきます。まず足を組んで、はい。でこの時に腰が丸まりすぎたり、そうです、反り腰、お腹が出すぎたりとしないように、一回胸を開いたらその状態で一回呼吸を吐きましょう。吐いてお腹を締めてあげる。そう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 。でその状態から、まっすぐの状態から腕を横側に伸ばしていきます。この時に肘が曲がったりしないように肘をしっかり伸ばして、手先肘を伸ばしてあげて、その状態で後方に回していきましょう。せーの、1、2、ゆっくり大きくでいいですよ。3、4、5、6、軸がぶれすぎないようにちょっとお腹に力を入れながらですね。そう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 。あと3回、1、2、3、 OK です。ナイスナイスナイス。でそのまま手を後方に持ってきましょう。そう。でこの時に手のひらは天井に向けるようにします。そうそう、こうじゃなくて手のひらを天井に、そう、その状態で上下に動かしていきます。せーの、1、そう、実際にいいポジションで動かしていきます。3、4、5、目線はまっすぐですね。上を見すぎたり下を見すぎたりしないように、そう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 。ラスト3、 OK です。ナイス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 。このポジションから、実際にいいポジションから動かしていくまでの2種目を、皆さんも一緒にやっていきましょうか。よろしくお願いします。
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。先ほどの腕のポジションのトレーニングを3秒かける5回の3セット、そして動作の方は各10回の3セットをやってみてください。皆さん1週間毎日やると本当に変わります。ぜひ僕を信じてやってみてください。本当に変わりますよ。そしてですね、この僕のジムの方でも SNS の方でもフィットネスや自分磨きについていろいろ発信しているのでチェックしてみてください。それではまた次週お会いしましょう。